ドットコムチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。高校野球ドットコムの下田です。今回は山梨の名門東海大甲府を取材しました。夏の甲子園13回、選抜出場5回の名門で、 OB には高橋周平、渡辺亮、高部明虎を輩出。今年は3年生の渡部海夢選手がプロ志望届を提出しました。毎年山梨では上位に君臨する東海大甲府ですが、近年は山梨学院の前に苦渋をなめる結果に。2016年以降3連敗、近年は山梨学院がトップを行く形でした。打倒山梨学院、それはずっと掲げてきた目標でした。山梨独自大会が開催され、3年生の渡部選手はこう意気込んでいました。いや、もう自分たちなら絶対勝てるっていう気持ちで入ってました。そして山梨独自大会決勝戦、渡部選手の決勝本塁打で、夏では5年ぶりとなる山梨学院との直接対決に勝利し、優勝を果たしました。5年ぶりの夏優勝、夏から正捕手として出場する三浦主将はこう語ります。自分も出てて、3年生からいろいろ学んだものもありますし、3年生がやっぱ山梨学院に勝っていただいて、やっぱいい流れを作っていただいたので、やっぱその流れを逃すわけにはいかないので、しっかり新チームもやっぱ3年生がいい流れを作ってくれたっていうのを、まあ、口うるさく言って、やっぱそのいい流れをしっかりつなげるようにっていうのは意識してやってました。村中監督もこう話します。そうですね、やっぱり夏の優勝というのは本当この新チームにとってはものすごい影響力と、あとその3年生のやってる練習のやってる姿、それ以外の姿を見てですね、秋につなげたというのはものすごいその夏の優勝の大きかったですね。上戸がこうして秋の大会に突入した東海大甲府、今年は守備型のチームということですが、試合結果を見ていくと5試合で43得点と打撃面の活躍が光りました。打撃の成長には3年生の渡部選手の教えが大きいようです。自分にラインの方でバッティングについてとか、バッティング試合前の気持ちの入れ方だったり切り替え方っていうのをラインで教えてくれて、それをみんなに伝えてくれって言われて、みんなに伝えることができて、やっぱりたくさんアドバイスもらったので、それは本当に勝ちにつながった言葉だったのかなっていうふうに思います。まあ、半分以上がやっぱ公式戦初めてっていう人が多かったので、やっぱ心構えだったりそういうのを教えていただいて、やっぱそれはすごい勉強になった部分もありますし、本当に自分としても助かった部分は本当にあります。バッティングゲージの後ろにいてくれて、でこれはこうだよとか、ここはこうした方がもっと良くなるんじゃないとか、そういう一言で簡単にアドバイスをくれるので、自分たちもかなりやりやすいので、そこは本当にありがたいなというふうに思います。では今年の東海大甲府はどんな選手がいるのでしょうか。まずエースの和歌山圭斗選手、最速139キロを誇る左腕、手元で微妙に動く球筋が魅力です。そしてクリーンアップは1年生で活躍する俊足高打のセンター井ノ口選手、長打力には光るものがある木下選手、パワーはチームでもトップクラスのものがある久井選手を中心に得点を叩き出します。そして関東大会へ向けて三浦主将はこう意気込んでくれました。まあ、基本的に自分たちは守備からのチームなので、守備っていうのをまず課題に置いて、そこから守備から打撃に流れを作る。で、渡部さんみたいなあまり大砲っていうバッターは今年はいないので、しっかりつなぐ打線っていうのを意識して、今年1年通して全国制覇目指してやっていきたいと思います。東海大甲府の皆さん、今回はありがとうございました。24日より開幕する関東大会に出場する東海大甲府は、初戦で埼玉の細田学園と対戦します。どんな戦いを見せるのか、今後も注目していきたいと思います。高校野球 .com では新チームを取材した記事を公開中です。概要欄に URL を記載しているので、ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。